3つのエレメント、アロイサラチェ。それではモンゴル語を覚えようの第4回目は、この僕オリギルが名詞の過去語尾の第3回目を皆さんと一緒に勉強したいと思ってます。今回の語尾は方向を表す何々へ、強度を示す何々となります。まずは方向を示す何々 A の A ですが、例えば駅へ向かいますや図書館に行きますなどの A です。で、主にモンゴル語ではルーを使います。駅へ向かいます、駅はスタンツ、向かいますはチリチペン、そして A はルーになるので、スタンツルーチリチペンとなります。ただ気をつけていただきたいことがあります。それは言葉の最後にうるで終わっている場合はどうに変化します。例題を挙げると、人類は月へ向かったことがある、この月は猿と書きうるで終わっているのでどうとなるわけです。発音ははっきり分かりませんが、文字はウルからイルになるので、モンゴルの友達にメールで連絡する場合はイルって書かれていると、お、勉強してるねとびっくりされるかもしれませんよ。次は共同格の何々等の等ですが、この等を発言する文字はタエ、ト、トエ、ト、テの3文字があります。アーとウが何々にある場合はタエを持ちます。例えば、彼は私と友人ですの私とはなってです。その理由はアが入っているからです。アが入っているからタエとなります。彼は私と友人です。これはモンゴル語で言うとテルなつて、ねず、もう一度言いますね。てる、なつて、ねず、と言います。で、といですが、これは、おが文字にある場合に持ちます。例えば、家は町と近いの町は、ほっと、と言います。ほっとが、おが入っているからです。おが入っているから、ホットエとなります。で、そして、家は町と近い、これはモンゴル語で言うとマネギルホットエアルホンと言います。わかりましたか。テですが、これは A、U、O の3文字が入っている場合は何々とを発言します。上のタエとトエと同じく A、U、A という文字だけに使えるのはテです。このビデオは方向を示す A と強度を示すトを話しました。難しいと思いますが、少しだけ気をつけてくれれば今後のモンゴル語で役に立つと思います。いやー、もうすぐクリスマスですね。皆さんはクリスマスの予定は決まりましたか？私は友達同士で、いいクリスマスを過ごそうかなと思っております。これをモンゴル語で話すと何て言うんでしょう？それでは、オレギルがナビゲートしました。モンゴル語を覚えようの4回目、過去語尾は以上です。だらおつつい、サインソツアチャガレ。バイスター。駅へ向かいます。スタンツロー、チギリチ、ベン。スタンツロー、チギリチ、ベン。スタンツロー、チギリチ、ベン。彼は私と友人です。テル、ナツテ、ネツブ。テル、ナツテ、ネツブ。テル、ナツテ、ネツブ。
家は町と近い。マネギル、ホツテ、エルホン。マネギル、ホツテ、エルホン。マネギル、ホツテ、エルホン。